ウトベとの関係は良好、適度なお付き合いと距離感で問題なし。旦那のお姉さんとも関係は良好、とてもいい人だし大好きだ。ただ旦那の妹には難があり、この旦那の妹が厄介なのだ。すごくお兄ちゃんが大好きなのはわかるのだが、私たちの結婚にも最初は大反対をしていた。絶対反対、こんな女と結婚するなんて嫌だから。すごい剣幕だったので、どんだけお兄ちゃん子だったんだなんてその時は思ってたけど、これは異常なまでのお兄ちゃん愛だったのだと後に知ることになった。なんと私たちの結婚式にウェディングドレスを着て参加しようとしていたのだ。ちょっとあんた何これ。旦那のお姉さんが妹の言動に危惧して警戒していたら発覚した。だって私のお兄ちゃんだもん。私と結婚した方がお兄ちゃんは幸せになれる、あのブッジ女め。さすがにその話を聞いた時は全身に鳥肌が立った。兄弟でしょ、ストーカーとやる行動が一緒だし、さすがに気持ち悪い。っていうかブッジ女ってふざけんな。まあ、私たちの結婚式には体調不良という理由で不参加の扱いになった。式は無事に事なきを得たが、もし参加されていたら絶対めちゃくちゃにされていただろう。考えただけでもおぞましい。旦那の妹による迷惑行為はそれからも行われた。その恐ろしい悪行はやがてピークに達する。その日は日曜だったので日中は出かけており、旦那と共に家に帰ると家の中に白い粉がまかれていた。は？え？何これ。雪国に来たんじゃないかレベルで家中が真っ白。今となっては笑えるけど、私は命がやばかった。だってその粉はそば粉だったから。そう、なんと旦那の妹は私たちが住む家を調べ出し、勝手に家の中に侵入して家中にそば粉をまき散らしたのだった。なんでそんなことをしたのか。それは私がそばアレルギー持ちだからだろう。義実家に呼ばれた際伝えていたから、旦那の妹が知っていてもおかしくはない。おかげで私は速攻病院送り。いやいやいや、これって犯罪、不法侵入じゃないの、殺人未遂じゃないの。救急車の中、苦し紛れに思う私であった。とにかく兄への愛が殺人レベルでやばい妹、私は命がけですよ。はい、しかも妹は私が病院で苦しんでいる時に、誰もいないタイミングで「は良かったのにち」と言ってきた。もはや恐怖で何も返せなかった。入院中何度か階段から突き落とされかけたりもした。なんだ、頭打って天に召されればいいのに。ち、日に日にヤバさを増していく旦那の妹。もちろん旦那や乙女、旦那のお姉さんは全力で締めてくれるものの、ヤバい妹には何も聞かず、もちろん病院側に出禁にしてもらうようお願いしたのだが、関係者の目をくぐり抜け、いつの間にやら目の前に現れるのだ。そんな死闘を繰り返す中、ついに堪忍袋の尾が切れた乙女。いい加減にしなさい。はあ？何おかしなこと言ってるの？だってお兄ちゃんの運命の人は私なんだよ。おかしなこと言ってるのはあなたでしょう。さすがの私も精神的にヤバさが来ている。家にはカメラを設置するなど防犯攻めで妹からの侵入を守っていたが、彼女の狂気に満ちた兄愛には防犯なんて鼻くそレベルだと予想。引っ越しも検討していた。これから子作りもしたいし、引っ越した方がいいんじゃないか。引っ越したって意味ないよ。あの女ならどんなに引っ越したってまた居場所を見つけ出してくるはず。私は逃げたって追ってくるだけだと思った。というか、もうこのままじゃ私は殺されると思い詰めていた。そして私はあることが頭によぎった。暗殺、ケネディだって暗殺されてんだ。私だって旦那の妹くらいたやすく暗殺できるだろうと思ったのだ。まあ精神的に追い詰められすぎてよくわからない発想になっていたんだろうと思う。あれだけのことをされればこうもなる。旦那の妹が大豆アレルギー持ちだと知っていた私、大豆なんて暗殺するのに無限に可能性があるじゃないか。だってきな粉とか豆乳とかで作ったお菓子を食べさせれば一発で仏様。ってことでクッキング開始。暗殺を考えながらお菓子作りって案外楽しいものよ。ま、本当に病んでたんだなって今となってはわかるけど、でも不思議なことに大量にお菓子を作ってからやたらと同じ場所に落ちる夢を見るのだ。
地獄のように真っ黒な場所に落ちていく夢。なんかそんな夢ばっかり見るので暗殺はやめることにした。きっとそれで暗殺成功してもあいつにされたことと同じことをしたって考えると気持ちよくない。というか普通に犯罪じゃん。だから作ったお菓子は普通に自分のおやつ用として食べることにした。冷蔵庫は大豆で作ったお菓子でいっぱいになった。そして美味しいお豆腐クッキーを食べながら、やっぱり今できる最も平和な妹対策はあれしかないと思い、旦那と一緒に引っ越しの予定を立てた。事件が起きたのはその2日後だった。夫と外出から帰宅すると鍵が開いていたのだ。え？慌てて家に入るとそこには旦那の妹が倒れていたのだ。鍵を変えていたのだが、どうやってか侵入したらしい。さすが狂気な妹。だがそばには私が作った例のお菓子を食べた形跡が。それも大量に食べたんだろう。だって冷蔵庫の中身ごっそり減ってるんだもん。一瞬殺してしまったかと思って焦ったけど、早急に救急車を呼んだおかげで無事生還。あんだけ大量にアレルギー食品を食べて無事だった妹の生命力の凄さに驚いたものだ。回復後、もはや家族ではないと絶縁された旦那の妹は家を追い出され遠方へ。なんでもかなり厳しい農家の親族が手が足りないということで、普通に働くよりよっぽど辛い生活になるはずだ。実際今のところ何の音沙汰もなく平穏に暮らせている。第一子も妊娠中で、あの時暗殺して刑務所に入らなくてよかったなぁと思っております。なんであんなに旦那が大好きだったのかも結局不明なままだけど、別に知りたくもないしいいかな。いつ襲撃があるかわからないので、未だに防犯カメラは現役で作動中。あと定期的に大豆スイーツを作っては冷蔵庫に仕込んでいる。ご視聴ありがとうございました。また見てね。